はいどうも、クワチャンネルのクワちゃんです。カレーに虜な生活といたしまして、皆様に毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルでございます。よは、下北にありますスープカレー屋さんで、下北に数あるスープ屋さんたくさんあるんですけども、その有名店のうちの一つで、下北のスープカレーといえばみたいなお店でございます。多分ね、行かれた方も結構いらっしゃると思うんですけども、早速見ていただきましょう。本日のカレードン。こちらがポニピリカさんのメニュー表。スープカレー屋さんではベーシックなカレースープ、ご飯の量、辛さを自分で選ぶスタイル。本日は一番人気の皮がパリッとしたチキンと野菜のカレー。スープはエビで、辛さ3から、ご飯は中盛りで注文いたしました。さあ、まずはエビのスープの方から一口飲むと、もうこちらは濃厚なエビのパンチが効いてて、もちろん本日も、もちろんライスといっても相性抜群。奥の方に見え隠れする甘みが特徴的なスープ。そしてスープカレーといえばという、こちらのゴロゴロ野菜、本日は14種類の野菜が入っておりました。それぞれの野菜たちもボリューム満点で、食べ応えも十分。エビとスープの相性もバッチリで、どんどんスープが進んでいく。3辛にしたスープの辛さは星2つ、普通のカレーの中辛ぐらいの辛さ。そして忘れちゃいけないのが、こちらの皮がパリッとしたチキン。ほぐしていくと中にまでスープが染み渡り、肉汁と一緒になるエビのスープはこれまた最高。チキンをいただいた後は他の野菜、そしてライスも一緒にいくと、もはやボリューム感最高。ご飯の上に乗っかってくる半分の卵も投入しちゃって、長く続く最高の時間に酔いしれる。最高のエビのスープをいただけるポニピリカさん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。エビが濃厚。おすすめのエビのスープチョイスしたんですけど、もうほんと一口食べた瞬間にエビの風味がふわっと広がって、結構濃厚で、辛みとしてはそんなにないんですけども、辛いというよりかはコクと甘み、ちょっと奥の方にある甘みみたいなのがふわっと香ってきて、すごい口当たりが優しくて、キレがあるというよりかはまろやかみたいな感じのスープでございました。めちゃくちゃスパイスが効いてるみたいなスープではなくて、どちらかというと出汁がすごい出てて、風味が素晴らしい、そんなスープカレーでございました。ご飯のおかわりもできますし、で紙に書いていろんなトッピングもできますし、なんて言ってもサービスもものすごくいい、そんなお店で、テーブルの方もいっぱいありますんで、みんなで楽しくワイワイいける、そんなお店でございます。他の和風だしとかいろいろ気になるメニューもあったんで、まあ、エビもめちゃくちゃ美味しかったんですけど、他のねスープもちょっと試してみたいなっていう、そんな感じでございます。まあ、もちろんね、あのスープカレーなんで、スープカレーといえばみたいなね、ゴロゴロいっぱい入った野菜もありますし、パリパリチキンももちろんありまして、辛いの得意な人はもっと揚げてもね全然いいと思いまして、スープカレーって辛いのにするっていうパターンの方がいいかなっていう感じでございました。というわけで、カレーに虜の生活でした。インスタント、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな、皆さんまた明日。バイバイ。